エナメル質、エナメル質、エナメル質、エナメル、または、放浪質は、葉の葉間の最表層にある、生体で最も硬い鉱組織である。モースコードは6から7を示す。このエナメル質と、増下質、セメント質、沈髄で、葉は構成される。通常目に見える部分がこのエナメル質であり、増下質に支えられている。増質の支持がなければ、エナメル質は硬くて脆いため、 容易に割れてしまう。重量比で96%は無機質で残りが水という機質であり、色はミンキー色からネズミ色がかった白色である。エナメル質のもとに増下質がない端の部分では青みがかって見えることもある。半透明であるので、エナメル質の下にある増下質や科修復材料の色が葉の外見に強く影響を与える。厚さは部位により異なり、多くの場合、 霧ハブ、交合部で最も厚く、2.5mm 以上波、頸部、エナメルマイナスセメント境で最も薄い。エナメル質の基本構造は、エナメルコジと呼ばれている。エナメルコジは組織化されたパターンの中に、多くの水産林解析の結晶が入っている。断面は、頭を外側に、下を内側に置いた鍵穴のように見える。 エナメルコジの中の水産林解析の結晶の配置は非常に複雑となっている。エナメル質を作るエナメル目細胞との両方が結晶のパターンに影響を与える。エナメルコジ頭部の結晶は小柱の長軸に完全に平行となっているが、ビ部では方向が長軸とややずれる。エナメルコジの配置は内部構造よりも理解しやすい。エナメルコジは歯に沿って列を作り、 増下室に垂直に配置されている。A 久場では、エナメルマイナスセメント、境付近のエナメルコジはわずかに、歯根型に傾く。増下室の指示を受けないエナメル室は破摂しやすいので、葉の保存修復において、エナメル室の走行を理解することは重要である。エナメルコジの周りは、エナメルコジ間室として知られている。 エナメルコジカン質はエナメルコジと同じ構成を持っているが、結晶の方向が異なるので、組織学的に区別される。エナメルコジカン質とエナメルコジの結晶が合う境界は、エナメルコジ章と呼ばれる。顕微鏡でエナメル質の断面を見た時に見える島を、デチウス城と呼ぶ。トームストッキの直径の変化によって起こるこれらの島は、木の年輪のようにエナメル質の成長を示す。 レチウス城が表層に出たところに、と呼ばれる、浅い溝が見える。新三線は、他の島より暗く出生前後の境界を示す。また、反射光を用いて、顕微鏡で、エナメル質を見た際に現れる明体と暗体が、交互に並ぶ域を、と呼ぶ。これは、小柱の走行の変化により起こる、光学的現象であり、光の方向が変わると明体と暗体は逆転する。 波形部にあるエナメル室とセメント室の境界を、エナメルマイナスセメント境、セメント、マイナスエナメル境ともと呼び、これは解剖学的波形線と一致する。波形線は唇、頬側及び下、口外側では、子根側に突腕し、近心側及び遠心側では、歯間側に突腕する。拡大してみた場合、滑らかな曲線ではなく、虚子のような、 複雑な形を示す。境界部でエナメル室とセメント室は約30%が移行的に連続するが約60%はセメント室がエナメル室を覆い約10%が連続せずに増下室が露出している。エナメル室を覆っている部分のセメント室はセメント地下と呼ぶ。また、第九支では波形部から四根部にかけて 球状のエナメル質界が存在することがあり、これをエナメル雫と呼ぶ。エナメル質と増下質の境界をエナメル増下境と呼ぶ。横断研磨標本において、道部を調べると、一定の間隔でエナメル孤児が蛇行、ねじれ湾曲などのために暗くなっている部分があり、これをとエナメル増下境からエナメル質表層まで向かう、薄い状の構造をエナメル用と、 造下室側からの防水上の侵入物をエナメル防水と呼び、これらの部分は石灰角が低く有機物が多い。重量比で九十六パーセントは無機質で、残りが水と有機質である。無機質は大部分がリン酸カルシウムの結晶である。他に炭酸塩や乳酸塩のほか、フッ素、ナトリウム、クロム、マグネシウム、亜鉛、鉛、銅、鉄、 鈴、コバルト、ストロンチウム、マンガン、アルミニウム、ケイ素、銀など、約40種類の微小元素が含まれる。微小元素の構成割合は、エナメル質の深さ、加励、地理的条件によって異なる。無機質が多いため、エナメル質は、硬いが脆い。エナメル質と比較すると、増下質は結晶化の程度が低く、硬さは低いが、脆さも低く。 エナメル質を支えるのに必要であり、造下質の支えのないエナメル質は容易に破摂する。無機質の割合が高いために、組織学的研究のために標本を作る場合、通常の脱解法では誘拐して、形を止めず、光線顕微鏡の標本は通常、を切削標本である。有機質について、特徴的なこととして、造下質や骨と異なり、エナメル質はコラーゲンを含まず、 代わりに、アメロゲニン、エナメリンなどのエナメルタンパクが含まれていることが挙げられる。これらのタンパク質の役割は完全には判明していないが、いくつかの機能の一つとして、エナメル質形成器の構造の形成を助けるという機能があると考えられており、アメロゲニン遺伝子の異常がエナメル質形成不全症を引き起こすことが分かっている。他に、質が有機質の半分を占めるほか、 クエン酸、乳酸なども含まれている。エナメル質は、モースコード6から7、ヌープコード300から451、ビッカース硬さ408と高い硬度を示す。部位により硬度は変わり、節炎、口頭側、表層側の硬度が高い。この代わりにもろい。エナメル質の形成は、葉の発生の一過程である。発生途上の葉を、顕微鏡で見たとき、エナメル機、 歯乳頭などとして知られる細胞の集まりを確認することができる。一般的に歯の発生段階は、つぼみ蒸気、棒蒸気、金蒸気となる。エナメル質の形成は、金蒸気の後期から行われる。エナメル期より起こるうちエナメル蒸気が、エナメル目細胞となりこれが増下質の形成開始後に、エナメル質の形成を始める。人間のエナメル質は、妊娠3から四月の時から、 キリハ、口頭の側から順に、1日あたり4マイクロメートルずつ成長していく。エナメル目細胞は、口校の上皮が落ち込んでできたものであり、このため、エナメル質は、葉の他の組織、中胚葉性と異なり、外杯葉性のものである。すべての人間のプロセス同様、エナメル質の生成も複雑であるが、一般的に2つの段階に分けられる。 分泌症と呼ばれる第一段階は、タンパク質や部分的に石灰化した有機質を含んでおり、有機質の分泌と成長の進行を行っている。成熟症と呼ばれる第二段階は、暑さの成長が止まってから完全に成熟までの期間で、主にエナメル質の石灰化が進行する。分泌症では、エナメル目細胞は極性を持つ円柱状の細胞である。 この細胞の素面小胞体では、エナメルタンパクが周囲に産出し、エナメル質基質がアルカリホスファターゼ酵素により、部分的に石化するのに寄与している。この第一層が形成されると、エナメルメ細胞は増下質から離れ、先端部にトームストッキが形成される。エナメル質の形成は隣接したエナメルメ細胞で、続けられ、その結果トームストッキを保護するように、 壁に囲まれたくぼみができる。また、トームストッキの縁でもエナメル質が形成され、くぼみの中にエナメル母体が積出する。くぼみのエナメル母体は棒状になり、くぼみを囲む目細胞の壁も最終的に棒同士をつなぐエナメルになる。棒状のエナメル質と棒同士をつなぐエナメル質はカルシウム結晶の方向だけが異なる。成熟症ではエナメル目細胞が エナメルの形成に必要な物質を運ぶ。組織学的に言って、最も注目すべきは、エナメルメ細胞が縦に筋を作り始めるという点である。これによって、エナメルメ細胞が分泌器のような増殖をやめて、運搬機能を発揮し始めたということがわかる。ここで運搬される物質は、石灰化の最終段階に使われる、タンパク質がほとんどである。主なものに、アメロゲニン。 アメロブラスチン、エナメリン、タフテリンなどがある。成熟期において、アメロゲニンとアメロブラスチンは使用された後に除去され、エナメリンとタフテリンだけが残る。成熟期が終わり、歯が口腔内に放出する前に、エナメル目細胞はなくなる。このため、エナメル質は、体の多くの組織と異なり、腐食や外傷などによるエナメル質の欠損の後、再生する手段がない。ただし、 石灰化自体は、唾液中に存在する過酵和のカルシウムとリン酸により、放出後も進行する。エナメル質は非病理学的な過程に影響されることがある。喫煙やコーヒー、茶などに長期的に触れることにより変色する。エナメル質のみでなく増下質もであるが、硬化してゆく。その結果、年を取るほど、葉の色が暗くなっていく。さらに、 流動体の浸透性が低下し、酸に溶けにくくなり、水分の含有量が減少する。乳子、A 久波ともに、エナメル質の結晶は、ハイドロキシアパタイト CA を最小単位として、形成されるが、乳子のエナメル質は、A 久波のエナメル質と比較して、結晶粒子が小さく、厚さが、で、ほぼ全体での厚さが等しく1から2ミリメートルで、ある。また、 含水量が多く、乳脂2.8%、永久波2.3%、高度が低く、化学反応性が大きく、脱海の影響を受けての汚食や、復化物による破湿強化を受けやすい。エナメル質は、無機質が多く、人体で最も硬い組織であるが、いくつかの理由で失われる。一つは脱海であり、その最も大きな理由は、砂糖の摂取による汚食である。 高校内には多くの種類の細菌、高校上剤菌が多数含まれており、砂糖の主成分であるスクロースが高校内に広がった際、一部の高校上剤菌はスクロースに働き、乳酸を産生する。この乳酸が高校内の pH を低下させることで、輸食が進行する。詳細については、輸食の項目を参照。輸食が進行し、エナメル質が 細菌の侵入を防ぐことができなくなれば、エナメル質の下の増下質も同様になる。増下質は、輸食の進行がエナメル質より早く、健全なエナメル質を支持する増下質が輸食によって破壊された場合、エナメル質は、その脆性のため、容易に歯から破折してしまう。輸食のみでなく、土砂物に含まれる酸や工場で、 空気中に含まれる酸などにより脱解される場合もあり、これを酸色症と呼ぶ。脱解で失われるのみでなく、物理的な力により破壊されることも多い。この中で最も知られるものは、歯ぎしり、噛みしめなどによるエナメル質の破壊であり、非常に早く進行する。肛毛によるエナメル質の減少は正常であれば、年間8マイクロメートルである。 一般に誤解されていることとして、エナメル質がすり減る主要な原因は、咀嚼によるものだというとがある。しかし、現実には、歯は咀嚼中滅多に触れ合わない。さらに、正常な光合であれば、歯根膜や光合の配置により、生理学的に補われる。本当に破壊的な力は、歯ぎしりのような動作である。これは、光合症として、エナメル質に復元不可能な損害をもたらす。 この他の破壊の原因として、歯ブラシのような外的な力によるもの、アブフラクション、外傷、中心結節などの歯の形態異常のほか、強制治療によるブラケット除去時の亀裂などもある。発節の最も軽い状態である亀裂については、加齢とともに増加し、40歳代以降では95%に見られるという報告や、50歳代以降では全ての歯に見られたとの報告がある。 なお、エナメル質を形成するエナメル目細胞は、葉の放出時にはすでに存在しないため、一度失われたエナメル質が再生することはない。また、エナメル質には神経が存在しないため、破壊がエナメル質のみに限局している場合、疼痛を感じることもない。エナメル質の脱解の影響や、毎日の砂糖の摂取への脅威は大きく、腐食を予防することは、 歯の健康を維持し、良質な高校衛生を保つ大切な方法である。ほとんどの国では、歯ブラシを一般的に使用し、エナメル質上の細菌や食物残差を減らすことで、輸食を予防している。このほか、デンタルフロスなどを使用することもある。復化物がエナメル質に取り込まれ、耐酸性が向上することで輸食への抵抗を示す。直接的な作用と、 ウ食原因菌による解凍過程を抑制することで酸の酸性を減少させ、脱海エナメル質を修復し、再石灰化する間接的な作用によりウ食を予防することが分かっている。このため、水道水復化物添加、食塩への復化物濃度調整、復化物配合歯磨き剤、復化物シメントフ復化物潜航など多くの手段が用いられる。このうち、 特に水道水復火物添加は多くの面で非常に有効であるが、これについては反対する人もあり、議論がなされている。歯ぎしり、噛み締め等によるエナメル質の破壊を防ぐ方法としては、マウスピースや薬物療法などが知られる。また、近年では、歯科用レーザーである ND、ヤグレーザーや炭酸ガスレーザー、ER、ヤグレーザーと、復火物シメント符を併用し、 エナメル質の強化や、耐酸性の強化を行う研究が進められている。エナメル質の状態を審査し、治療の必要性を判断することは重要である。エナメル質の汚食や、物理的な力による破壊に対する診断に、最も一般的な方法は指針であるが、確実な診断のために、問診、医療面接による把握や、単身や、デンタルフロスを用いた触診、抗抑法や、 地下用、高音ビーム CT による X 線診断、光ファイバーを用いた、等症診、ダイアグノデントなどのレーザーによる、蛍光診断や電気抵抗値を測定する、電気診などの方法が用いられる。健全なエナメル質の電気抵抗は 600kΩ 以上であるが、エナメル質の右色が進行するにつれて、電気抵抗が低下し、増下質まで達すると 250kΩ 以下。 小児では280キロを6下となる。この電気抵抗をカリーエズメーターを使用して測定することで診断する。ダイアグノデントや、それを改良したダイアグノデントペンは、波長655ナノメートルの半導体レーザーを利用して、エナメル質などの波質の蛍光強度を非侵襲的に測定することで健全なエナメル質と腐色、エナル質を区別することができる。 特にダイアグノデントペンは、隣接面輸色用のチップを持つことから、頭部の輸色の検出に有効であるとされており、X 線の被くを可能な限り抑えたい、小児歯科や在宅診療や集団歯科検診などの幅広い分野での診断への利用が期待されている。エナメル質を形成するエナメル目細胞は、歯の放出時にはすでに存在しないため、一度失われた。 エナメル質が再生することはない。このため、輸食等でエナメル質を失った場合、修復治療を行う必要がある。保存修復、コンポジットレジン修復法なども参照。葉の修復治療の大部分では、エナメル質の除去を行う。エナメル質の輸食ぶりの除去のほか、増牙質や滴への通路を確保するため、また、輸食ぶりの除去後の修復、補鉄のために、 エナメル質の切削を行う。保存修復、歯内治療、補鉄治療なども参照。また、脱会が発生する前にエナメル質を除去することもある。歯の光合面の溝の健康なエナメル質を除去し、それを歯科材料に取り替えるシーラントもある。これは、将来の輸食から保護するための予防処置で、7年にわたり、輸食のリスクを55%低下させる。 特に治療の必要がなくても、神秘的な理由でエナメル質を除去することがある。葉の外見を良くするため、クラウニやラミネートベニアを入れるためには葉を削く必要がある。造下質に指示されていないエナメル質を残すと、エナメル質の破折を招くことがあるので、エナメル質の走行を覚え、それに基づきエナメル質を切削することが重要である。 修復材料であるレジンを破質に接着させるため、武謀の孔は酸により葉を溶解させるエッチングを1955年に開発した。地下修復物を歯に接着させるとき、頻繁に使われる。これは、コンポジットレジンやシーラントのようないくつかの修復物を長期的に持たせるために重要である。エナメル質中の無機質を溶解させ、 エナメル質表面から約10マイクロメートルを除去し、5から50マイクロメートルの多孔質層を作る。この多孔質層に、レジンが侵入し、硬化することで接着する。エナメルに対するエッチングの影響は使用する酸の量、タイプ及びエナメルの現状などにより変化する。エッチングによる形成には3パターンある。タイプ1はエナメル孤児が溶解された、パターン。 タイプ2はエナメルコジ関室質が溶解されたパターン。タイプ3はエナメルコジがあった証拠が何も残っいないパターンである。タイプ1が最も好ましいものであり、タイプ3は最低である。これらのパターンに分かれる理由はまだはっきりとは分かっていないが、エナメル質中の結晶の走行の違いによるものではないかという説が最も一般的である。エッチングによって作られた。 多高質層であるが、従来型マクロフィラーレジンを添載する際には、フィラーの大きさが小柱の大きさより大きいために頭部に入ることができず十分な接着力を行い可能性があり、これに対応するために全処理としてエッチングされたエナメル質に塗布させる液状のレジンが開発された。着色や変色したエナメル質に対して、機械的動作や科学的方法を用い、 歯を明るくするのがホワイトニングである。詳細はホワイトニングの項目参照。機械的動作としては専門的機械的紙面清掃があるほか、歯磨き剤はエナメル質に付着した汚れを緩やかに研磨する。有効な方法だが歯自体の色を落とすことができない。科学的な方法はエナメルや増下質を酸化させることで歯の色を本質的に変える。 歯科診療所にて行われるオフィスブリーチと患者が自身で行うホームブリーチがある。過酸化水素、過酸化尿素、過放酸ナトリウムなどの酸化剤が一般的に用いられる。pH を下げることは脱海により汚食となる危険がある。漂白後も再石灰化環境にあるエナメル質は周囲の無機質音を取り込む可能性も示唆されているが薬品を選ぶ際には注意し、 リスクを評価する必要がある。物理的動作と科学的方法の両方を用いる手段もある。例えば、マイケロ・ワブラジアンは、最初に3でエナメル質22から27マイクロメートルを脱回させ、次に研磨を行うことで、エナメル質の表面的な着色を察する。変色の部位が深いか、増下質の中である場合、この方法は成功しない。 エナメル質の人種による比較を報告した研究は少ないが日本人とタイ人のエナメル質を比較した研究では元素構成の割合や組織構造が異なりタイ人の方が組織の構造が明確で高度が高いとが報告されているこれは遺伝的なものではなく環境的な要因による可能性が高いと考えられている様々なタイプのがある遺伝性のものは 低形成型、I 型、低成熟型、2型、低石灰化型、3型、タウロドンと併発性低形成、低成熟型、4型の4通りに、非遺伝性の先天的なものは、エナメル質原形性とエナメル質石灰化不全に分けられる。最も一般的な低石灰化型は、完全に石灰化していないもので、常染色体優勢の遺伝疾患である。結果、エナメル質は、 肛門症や魔毛症などで容易に損網し、出てくる増下質のために黄色く見える。低形成型は、X 染色体上のアメロゲニン遺伝子の異常で、正常なイナメル質がほとんど形成されず、低石灰化型と同じような症状となる。また、近年には、モーラーインスザーハイポミンダラゼーションと呼ばれる、第一代球子と摂種に限局して発生する。 原因未応のエナメル質形成不全の報告がなされている。乳試の混戦性歯周炎によるターナーバや外傷による障害などによる後続永久歯のエナメル質の障害がある。低出生体重児への調査により、在体月数が男では五点六から七点三ヶ月、女では六点三から八点零ヶ月で出生した場合に、乳試特に乳接死のエナメル質形成不全や、 原形性が多いことが報告されている。増血性ポルフィリン症は体内でポルフィリンの沈着を引き起こす遺伝病である。この沈着がエナメル質でも発生し赤い蛍光色となる。フッ素症は反常菌を発生させ露出部から噴火物が出る。テトラサイクリン系抗生物質の妊婦への投与は胎児の形成中のエナメル質を黄色 高褐色茶色に着色させる。このため、妊娠後半期の投与に注意が必要な薬であり、妊婦への投与は必要性がない限りは行われない。グルテンアレルギーが引き金となって起こる、自己免疫疾患であるセリアック病もまた、エナメル質の脱会を引き起こす。研究者たちの調査により、人間と人間以外の哺乳類のエナメル質との間に違いは、 ほとんどないということが示された。エナメル質の構造にほとんど違いはなく、エナメルキやエナメル目細胞も人と同様に存在する。エナメル個児の横断面は動物により六角形、円形、超円形などを示す。哺乳類間でのエナメル質の相違はわずかであるが、重要である。形態、数、歯のタイプなどの点において確かな違いが存在する。犬は、 唾液中の pH が8.0から9.0と非常に高く、歯の脱解を防ぎ、再石灰化を促進させるので、人間に比べて虫歯になりにくい。その一方、死が破折はしばしば認められ、特にガム、骨、中トイなどが原因で列肉歯にて、エナメル質と増下質が剥がれるように破折することが多い。 外傷などにより歯が破裂した時や汚食になった場合、人間と同じように歯に修復物を詰めて治療することができる。この場合、全身麻酔科で一度に行う。人間の歯と似ているため、犬のエナメル質もテトラサイクリンによって着色される。したがって、若い犬にテトラサイクリンが処方される場合、その危険性を説明しなければならない。また、 人間同様エナメル質形成不全が発生する可能性もある。ネズミは、摂氏の絶足面や、球種の高頭頂きにはエナメル質を持たず、また、ウサギやモルモットでも、摂氏の絶足面にエナメル質が存在しない。馬では、エナメル質と造下質が噛み合っているが、これは強さを高め、摩耗を減らす働きがある。哺乳類以外で、構成動物の中で歯に、 エナメル質を持つ生物としては、甲骨魚類、両生類、爬虫類が存在する、軟骨魚類はエナメロイド。爬虫類や、魚類の多くは、エナメル質の構造が、哺乳類と異なり、孤児構造を持たない類エナメル質と呼ばれることもある。また、エナメル質を持たないサワラやヒラメや、葉の発生において、増牙質より先に、エナメル質が作られる体のようなものも、魚類の中に存在する。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。